こんにちは、のりたろうです。今回の話は、意外と知られていないお金持ちがモダンコインを買っている3つの理由というお話をしたいと思います。ただもしかしたら、そもそもモダンコインとは何ぞやという方もいらっしゃるかもしれないので、一応今回の話に深く関わってきますので、まずは少し基礎的なところからお話しさせていただきますと、まずモダンコインというのはですね、こういったですね、100年以内に発行された金貨とか銀貨のことで、その中でもカナダのメイプルリーフコインとか、オーストラリアのカンガルー金貨、銀貨、そういったものは、地金型コインと呼ばれるもので、価格変動が金地金と同じような値動きをしています。それに対して、先日亡くなられたエリザベス2世の、即位70周年記念のプラチナジュビリーコインとかですね、先週速報でお伝えしましたチャールズ3世のコインなどは、発行枚数制限とか、あとは鏡面仕上げにしたこうプルーフ仕上げというものでプレミアムがついているコインで、贈答用のプルーフコインというものになります。これらの地金型コインとプルーフコインを合わせてモダンコインというんですが、詳しい違いは私の過去動画で、混ぜるな危険というような動画で詳しく解説しておりますので、今回は省略しますが、これらの大きな特徴は、金や銀、あとはプラチナとかパラジウムなどにもありますが、これらの金属の地金価格に、近い価格で買えるという特徴があります。この地金価格に近い価格で買えるというのがモダンコインの 大きな特徴ですので、これを踏まえて、お話をしたいと思います。それでは、意外と知られていないお金持ちがモダンコインを買っている3つの理由のまず1つ目になりますが、もともと金などの貴金属などは戦争などの有事の際の保険として買っているということで、こちらはですね、金のお話とも被るんですが、もともと金は有事の金とも言われている通り、戦争やハイパーインフレ等で自国の通貨価値がなくなってしまうような時の緊急時の保険として買っている方が多いっていうのはよく知られていることなんですが、この場コインの場合はですね、それに加えてマイナンバーへの紐付けがないという利点があります。通常金のインゴットなどを買う場合は200万円以上買った際に マイナンバーへの紐付けが必要になるんですが、コインの場合は金額に関わらずマイナンバーへの紐付けが必要ありません。なので、過去に日本であった財産税のようなもの、そういった税金をかけられた際にも、金現物を持つよりも有事の際の保険としてはより安全かなと言えると思います。ここで補足なんですが、たまに有事の際は金貨など持っていても意味がないという論調の方がいらっしゃいますが、有事で食料がないような事態が起きたとしたら、その時だけを切り取ってみたら金貨などを持っていても価値があまりないかもしれませんが、有事が終わって再び経済が回り出してお金が機能を取り戻した際には、コインの価値はしっかり保たれていますので、それは歴史が証明しておりますので、そこの心配はないと思っております。それでは、意外と知られていないお金持ちがモダンコインを買っている3つの理由の2つ目に参ります。2つ目は相続に使っているということで、これははっきり言うことはできないんですけど、大体言ってしまうんですけど、日本で発行されている10万円金貨、こういったものですね、は購入金額は、その金の地金価格に近いので、28万円とか、30万円前後で取引されるんですが、額面は10万円なので、10枚で100万円と、100万円の日本の通貨価値ということになります。なので、しっかり贈与税の税務申告をしてくださいということなんですが、これを贈与すると100万円を贈与したということになります。
で、贈与税っていうのは1人につき年間110万円以下は控除されるということになっておりますので、まあしっかり確定申告をしましょうということで、他さらっと流すのであまり突っ込まないでいただきたいと思います。まあ、それではサクサクと次に参りましょうということで、意外と知られていないお金持ちがモダンコインを買っている3つの理由の3つ目です。で、3つ目はプレミアムが少ない、地金価格イコール本来の価値に近いということで、こちらはちょっと意外かなと私も思ったんですが、100年以上前に発行されたアンティークコインなどは地金価格とほぼ関係なく希少性とかデザインなどによってプレミアム価格がもう大部分乗っているというのに対して、モダンコインの場合は特に各国の造幣局で発行された新しいものに関しては地金価格プラスアルファ程度のプレミアムしか乗っていないので、地金価格がまあ本来の価値に近いということで、価格の変動幅ですね、つまり、価格が上下するリスクが少ない投資先としてモダンコインを買っている、まあ、お金持ちの方が多いということになります。まあ、つまりアンティークコインは、まあ、特にここ10年ほどすごい勢いで値上がりしているので、まあ、これが暴落するということは、まあ、あんまり考えられないんですが、まあ、ある意味リスクが高いということは言えると思います。まあ、ただ例えば世界大戦のようなものや、まあ、世界恐慌、通貨リセットのような、まあ、通常では考えられないような事態が起きた時に、このプレミアムの割合が高いアンティークコインとプレミアムの割合が低いモダンコインのどちらが安全かというのは、まあ、なってみなければ分かりませんが、プレミアムの割合が低いモダンコインを選ぶという選択肢も資産防衛という観点ではありかなと思います。ということで、今回のお話、意外と知られていないお金持ちがモダンコインを買っている3つの理由というのがまとめるとこちらになります。1番がもともと金などの貴金属は戦争などの有事の際の保険として買っていると。で、2番目が相続に使っている。3番目がプレミアムが少ない、地金価格イコール本来の価値に近いということで、まあ、アンティークコインもモダンコインもそれぞれのメリットデメリットを考えてバランスよくポートフォリオに組まれるというのが、まあ、いいのかなと思います。ということで、今回の話は以上になります。いつも動画をご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors.